ロイズローズガーデンの動画となります。生チョコレートで有名なロイズ、こちらの本社は札幌市北区愛の里にあるのですが、その敷地内にはバラ園があり、6月下旬から7月上旬が見ごろとなっています。場所は愛の里4条9丁目向かいのこちらはロイズの愛の里公園店です。そして奥の方に見えるですね、こちらの建物、これがローズガーデンのある本社になります。仮に JR で行く場合は愛の里公園駅下車、そして駅を背にしてですね、右方向の方に進みます。今こちら2倍速で行きますが、徒歩でも十分行けるんですが、すいません、今回私は車で向かいます。右方向へ 100m ぐらい進むと陸橋があり、この下をくぐったらすぐに左、すると遊歩道があり、そのまま道なりに歩くとロイズに到着します。歩くとだいたい10分から15分ぐらいでしょうか。車の方は建物の奥の方から回ると駐車場があります。開園は9時から17時半定休日は不定休、あと犬猫などのペットの入園は不可となっています。バラは500種類以上、入園料は無料で見させてもらえます。この中の方バリアフリーになっていて、介護系の人たちがこう車椅子を押しながら鑑賞していました。またベンチも所々にありますので、ゆっくりと休みながら見れるっていうのもいいですね。ロイズの上江別店、あとロイズタウン工場でもこのバラのガーデンというのが あるそうなんですが、この愛の里が一番規模が大きいようです。私は隣町に住んでおり、向かいのお店というのはね、今まで何度も利用はしてたんですが、向かいにね、こんな規模のローズガーデンがあったのは知らなかったです。先日ヨネチャンネルの視聴者様から教えていただいて、今回初めて行った次第です。情報ありがとうございました。しばし園内散策の様子をご覧ください。この本社内には入れませんので、お手洗いや買い物、
飲食は向かいのロイズ愛の里公園店に行きましょう。無料でいいものを見させていただいたので、ちょっと買い物をしていきます。イートインで食べていこうと思ったんですが、結構混んでいたのでパンを買って帰ります。ロイズ菓子パン人気ベストワンということで、こちら生チョコクロワッサンです。クロワッサン生地の中に生チョコレートがたっぷり入っていて、とても美味しかったです。そしてこちらは菓子パン人気ベスト2ということで、ふわっとクロワッサン、こちらはもう本日中にお召し上がりくださいということで、軽いクリームが食べやすく程よい甘さでした。はい、今回は札幌市北区愛の里にあるロイズローズガーデンの様子でした。ぜひ鑑賞に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。